気が全然。あれ、なんか。とはいうものの、結構苦しい道だと思うという記憶があります。渓流ですね。どっちにしても山越えなきゃ、あの青空の向こうまで行かないといかんのにな。暗いな、おい。ちょっと時間が遅すぎるか。実は早いっちゅうけど、本当やね。やばいかな。帰り真っ暗になれへんやろな。何時今？ゆうちゃん、日没7時ぐらいのはずだもんね。そう考えるとまだ余裕あるはずなんだけど、うん、でも帰りになってるからね。その分早いよね、やっぱり。この辺まで車来れるんだ。私の後あるもんな。まあいかんけど、どうせ軽トラとか四駆とか普通じゃない車でしょ、こんなとこ来れるのは。石。
GPS 機能しとるかちゃんと。やば、落とし物しとるぞ。俺はやばいな。雑草に駆けつけされとったら気がつかんぞ。ここにはまだ入らん。最後ん？どうだっけ？対岸になんか昔の漁師小屋の跡があったような気がしたけど。砂防ダムですね、これ。砂防ダムの上を渡る。前この辺にサワガニがうようよというような気がしたけど、今日はいないかな。まあ時間帯にもよるんだろうな。よし、いいねってばよ。さあ、次次。活動できる時間は限られているのだ。ああ、あれだな、漁師小屋の跡。現役ではないと思うんだ。まあ、思い踊りぐらいはできるかもしれんけど。こんな山の方に住んでるんだよな。まあ、仮とはいえ。でも割と綺麗になってるってことは草刈りしたんだろうな。最近今年に入ってくるからぐらいでなきゃボーボーになってるよね。ああ草歩きにくい。あの青空の見えるところに行くんです。つっても峠の半分だけどね。てっぺんまで行って引き返してくる。本当は向こう側いいかなか制覇したことにはならんけどさ。まあごめんして。
またの機会に向こうから攻めてみよう。この分岐をさっきの青空の方に登っていくのだ。えら、昔の人も偉いね。どんだけ強い足なの。このぐらいの峠だったら半日で越えてたんでしょ。出たんでしょ。ふもとからだよ、もちろん。途中じゃなくて。考えられん。途中から荒れてくるんだよね、崩落し中か。はあ、やんできた。崖ですよ。渓流沿いに登るが、つまり渓流沿いだから荒れやすいんだよね。台風が来たら全部流されちゃうで。なんてこと。いった。あれ、取ります。でもまあ先が見えてる分には多少気は楽か。空より向こうまではいかんからね。あっち道なのか川なのかよくわからんぞ。歩きやすいところ行こう。
途中になんかお茶屋の遺跡があったような記憶があるが、まだもっと先だな。どっちかというと向こうからの方が近いんだ、遺跡は。あいら、お、鹿だね。近いの？まったく。近いな。どこ？ちょっと見えんな。あんまり刺激しそうと襲われるかもしれない。出て出て。どっち？どっちもどっち。はいら、3分の1ぐらいかい。まだ直線登り始めて。なこた見え方、カエルくんかな。そこはちょっと捕まえにくいね。ダメだ、広い場所じゃないと捕まえられんね。やっぱり靴の跡が、ね、最近誰か歩いとるね。なんか切り通しが見えるね、そこに。あれがゴールか。だとしたら思ったよりも近いね。あ、河原がである。河原が積んである。ってことはこの辺が遺跡に近いんじゃないの。何もない山の中に河原はないよな。あら、確かにこの辺で一服したくなるよね。
腰の上に変な乗っかり方しとるね。荷物がいかんのよ。この倒木、猫から折れとる。いや、引っこ抜け飛んだよな、これ。よいしょ。うん、なんか雰囲気あるね、広場。ここだろ、お茶屋と思って。看板かなんか立ってない？石垣だよね、これ。石垣の名残だよね。明らかに人の手が入ってるとこですね、ここは。木が倒れとるけど、元は広場だったんだろうな。ここスロープみたいになっとるのか。ちょっと倒木は邪魔やけど、スロープなんだか石段なんだか。広場だね。明らかに人の手が入ってるとこだね。ここだろう、お茶屋と。どっかに穴が出てなかったっけ、この昔の写真で見たような。倒れさ、台風で流されちゃったかもしれんね。これも石垣の跡ですな。なんだこの木の枝は。もう向こうに出口が見えている。あの切り通しだよね。もうちょっとだ。渡れ。こんな駅倒れちゃうんだよな。もったいないというか、それでも金にならんのか。道あるか？この道だよね。あっちは川だよね。結構広いよな、こうして見下ろすと。
伊賀街道か奈良街道、伊賀街道だよね。一応伊賀街道のメインストリートだったところだもんね。今はこんなだけど、強さというのは雨も降らんし、まあ降らんからこうやって歩けるんだけど、あーつー上に登り切ったらちょっと休憩、頑張れ頑張れ。あ、こっち側か。うひゃ、ここにも倒木。すげえ。去年までちゃんと立てたよな、この木。いや、こっちは、他にも倒れそうな木、容器あるね。土壌が侵食されてるんだよ。はあ、ええ風や、切り通しを通ってええ風が吹いてくるや、看板も落ちてかすれて何もわからんようになっちゃったぞ。これ看板だったんだろうな、たぶん。ええ風や、涼しい。風、わ、獣の檻がある。あー、いいなあ。蓋は開いてるな。餌はついてないけど。あー。これは林道な、林道なんやったっけ、京上線ですね。これを使って京上に登ったこともありますね。この後に看板あった。目立たんな。そしてここに獣の檻と。大丈夫かよ。で、忠実に峠越えをしようと思ったらこの階段だよね。怖っ、急やだよこの階段も。暗いし
嫌だな、今から行く気はしないよね。日を改めて下から登ってみましょうね。こっち側、こっち側で。ああ帰ろう。涼しい。またしばらく熱い思いをせなあかんけど、まあ。なんか咲いてるね、あれ。なんでしょう。ホタル袋ではないかな。ホタル袋でしょ。多分。なんで2回よ。穴が白いからね、ちょっと落とさんとダメね。あげるか、あげなきゃダメね。こら、そこまでか。それ以上は寄れない。ないよ。ついでにホタルが取れるかなという感じですね。ついに気づいたか。なんなおい。よし。あと元のあれもちょっと取らないかんでな。さあさあさあ、なんだっけ。ああそうそう、伊勢愛山会とかその辺の人のプレートはここについたんだな確か。下持っちゃったんだけど。
もう雨でかすれちゃってわけわからん。です。これぐらいの傾斜なら下り道ははるかに楽だよね。これが落っこちそうな急傾斜だと思ったら下りの方が偉いんだ。もっと前で降りるんだっけ。素直じゃない私。ただ取ったとて育てられるかどうかちょっと微妙だよね、環境的に。痛い。
標識はあったと思ったんだけどね。やっぱ倒されちゃってるよね。倒されて流されて、わけわからんね。やっぱりよいしょ。セリオじゃの、あれ、どこで渡るんだっけ。もっと向こうだよね。ちょっと暗くなってきてますよ。何時だ。5時。外に出りゃ明るいんだけどね。これで渡るんだっけ。考えてみれば恐ろしい話だな。麦はね、鍵が落としたら納得ならんぞ、本当に。
っしゃ、おっとっとっと、おいた。荒れた空間がやっぱりちょっと手こずるな。林道まで出ればなんちゅうことはない。よし、ふう、ん？あぶ、虫か。タイヤ、これは最近のゴミだよね。移行とかじゃなくて。っていうか、ここの辺まで車登っとったの。ああ、なんとなく。ここら辺までは来れるか。ああ。人魚の盛んだった頃はやっとったんだろうね。うわぁ、絶対無理。情けねえ。来ましたよ、分岐点。ここまで降りるや、まあ、80% 来たようなもんだな。しかし鹿の声。このドリンクの出し入れがいまいちなんだ。まだまあしょうがないか。リュック下ろすほど飲むことではないけどね。よし、こらん、
虫だよね。え、虫だよね。なんかいい、足元をよく見るので、ああ、そっか。この辺をちょっと見ないかんね。見えねえよ。見えるか見えないかで全然違ってくる。見えないようなところにはいないからな、大体。もう小屋の手前か。あ、歩いとる。ちょっと待って。歩いとるんだったら。ほい。そうそう、歩いてるんだった。この辺のカニは。
いいねか。いいねな。よいしょ。
やばいね。
今は新緑の季節です。紅葉の頃に来たことあるよね。あ、これはもしかして これも低価格沢ですね。渓流が流れておりますね。あ、違う。え、低価格沢だよね。低価格沢と一緒に巻かれてる木にも白い花が咲いてるってことか。なるほどね。はいはい。うん、あ、はい、ミツバチ？なんかいい香りだな。蜂、蜜蜂だよね。あ、見たわ。ダメだな。まあいいや。カエル岩だと言うんだけど、カエルに見えるか？こっちから見るとカエルっぽく見えるんだっけ？ちょっと微妙だね。うん、まあ見えなくはないか。あれが目玉だね。はい。ああ、これも江戸時代の旅人にとっては目印というか休憩場所というかになっとったんだね。やばい。この辺まだ涼しいな。
ちょっと標高高めだからね。まあめったに林道車通らんけど、登山してる人はたまに通るかな。こっちの登山ルートはあんまりメジャーじゃなくなっちゃったからね。犬塚地蔵、稲にご縁のある仏様でございます。こんなとこまで水が染みてきてるのか。要するよ、底が詰まってるんだね。これも目を閉じるかなんかじゃない？並び立っている。で、この坂を登っていくと、さっき見た階段のところに繋がってるんだろうな。結構距離あると思うんだ、まだ。車で行っても結構あるからね。徒歩約30分です。やめて。日を改めていきましょう。日を改めてね。うわ、だいぶ欠損しちゃってるね。よし。また2回になっちゃう。はい。
あれやばいやばい、閉まってないちゅうの。ああ壊れちゃったんですね。よしっていうか、ここもだいぶ人が来なくなってるな。前は結構話さなきゃあったのに。Thank you.